確かに行き過ぎてね。いや私久しぶり数年ぶりです。今日は朝から英語頑張って本当安い。え、これ4ドル？そうそうそう。しかもこの色かわいい。え、かわいいですよね。ご覧今日はこのアイスカフェとおもくまなんです。アイスカフェさん。ちょっと元気が可愛いです。復習して、でこれから8時からねコーチと練習なので、今日はねテストなんです。これのなのでめっちゃ今もずっと聞いてました。もう全然言えないんです。あ、この黒文字太文字のところ、ここもすっごい不得意でも頑張ります。そして外は今日も今は大雨です。だからさ、今日さ終わったら10時から KCC ファーマーズマーケット行こうって言ってたんですけど、すごい大雨だ。これ行けるかな。綺麗。久しぶり、数年ぶりです。今日は朝から英語頑張っていい朝ですね。ほんと安い。え、これ4ドル？え、そうそうそう。しかもこの色かわいい。え、かわいいですよね。ご覧へ。気が良いですね。あ、リリコイジー、私たちの好きなリリコイがあります。モンステラをさ、こう2個入れるのもいいよね。大きい鏡、いいです。あの今うつらしいメガネですね。キャッシュオンリーだ。何色にしよう。ですね、良いです。良い良い良い。超かわいい。超かわいい。今日はこのアースカフェに行こうと思います。アースカフェさん、はい、皆さんこんにちは。今日は2022年9月10日土曜日です。今朋の10時42分。今日は英語のコーチとお勉強をして KCC のファーマーズマーケットに行って、ちょっとねアイスラテ飲もうと思ったら売り切れてなかったので、今こちらのアースカフェさんに来ております。こっちにはダイヤモンドヘッド、最高。プロシュートベーグルサンドイッチです。おいしそう。じゃあこのふもくるよ、最高。嬉しい、久しぶりのアボカドです。いや、このほんとダイヤモンドヘッドがあるお互いに行こう。 Left behind
stories I've been told They never seem to leave my mind In this road that I am on I gotta stay here for some time はい、皆さん、改めまして、こんにちは。はい、夕方の部です。今日も一日めっちゃ長い、早いようでとっても長い。今は夕方の4時ぐらいなんですけど、そう、今日もね、月1回のストリートフェスの日なので、ここを通ってみたいと思います。本当はちょっと今回こそは何か買って食べようと思ってたんですけど、ちょっとさ、今日いろんなことが起きて、いや、まずさ、はじめにこの昨日の Vlog がちょっと上げるのが遅くなっちゃったと思うんですけど、そう、聞こえてるかな声。そう、昨日さ、ちょっと今日の朝が早くから学習して、今日は8時からね、 AM8 時からレッスンがね、英語のレッスンが入っていたので、ちょっと昨日さ、もう Vlog 仕上げずに寝ようと思って、で、学校じゃない、そのレッスンが終わって帰ってきて編集しようと思ってたんですけど、まさか今友達に会いました。びっくり。そう、どこまで話したっけ。そう、まさかの、そう、まあ、いろんなことが起きて、そう、あ、どこまで話したっけ。いろんなことが起きて、で、そう、8時からレッスンして、で、その足で、そう、コーチとね、KCC のね、ファーマーズマーケットに行くことになったので、行って、で、そこからまた次はお茶することになって、そしたらさ、いろんなことがさ、つながる、本当につながって、もう話止まらず、ギリギリまで、3時までお話ししてて、で、そっから慌てて、ちょっとお家に帰って、今準備して出てきました。で、これから仕事。すっごい今日は長い。一日が本当に長いです。そう、なので、今月こそはと思って何かさ、試したいんですけど、全然なんか、なんでだろう。なんかわかんないけど、そのタイミングがないというか、すいませんね、試すとか言いながら、何も今日ももう実はめちゃくちゃお腹いっぱいで、今日はアロハフェスです。すごいな、人多い。なので今日はさ、 KCC のファーマーズマーケットにも行ったし、今このストリートフェスにも来ていて、もうイベント盛りだくさんの日ですね。ちょっとどこから撮ろうかな。ビザ。気持ちいい。ちょっと今日はやばい、私が左を歩いてるがばっかりに巻き込まれちゃう。右を歩いて、でもやっぱり、お、風が、でもやっぱりなんか全部同じ気がするな。先月と毎月とか。あ、これ私の食べたいやつじゃないかい。ポケナチョス、これ気になるやつだ、一番。アヒポケナチョ18度。
今度これ食べたいです、絶対ベストセラー。はい、この辺も一緒だもんな。さあ今日は月一のストリートフェスです。今さ人が多くてちょっと端から撮っちゃってますけど、あもうここあれだ、そうそう先月さここで草にわーってされたところだ。さてさて今ちょっと一瞬抜けてまた 戻ってきました。またこのストリートフェスの間に入ってみたけど、やっぱりなんかお店は一緒だな、一緒な気がします。やっぱり私が食べたいのはあのナチョスぐらいかな。ここだ、また来た、アヒナチョス。あとはフレッシュジュースもいいな。これ絶対今人しか見えてないですよね。やっぱこっちに行こう。ステッカーかわいい。ここはゴルフのお店ですね。こんな感じでしょうか。もうちょっと先まで行くかな。この間も行ったな。ここからはちょっとフードトラックが並んでたり、テキサスバーベキュー、テキサスバーベキュー、テキサススタイルブリスケット、ここないかったかも、あったかな、じゃあポテト、ザ・ BTS、
車が止まってる。そう、今日はねここでイベントも開催されるから、すっごいね賑わってるね、ここで。今日のワイキキは本当に盛り上がりそうですね。あー、仕事に行きたい、行きたいけど行きたくない。このままもうなんかオフな気分です。今日はもう盛りだくさんすぎて。というわけで今日もショックラ頑張ってきます。ではでは皆さん、また明日。はあ、海が見れて幸せ。バイバーイ。